皆さんこんにちは。ディーズキャンプです。今日はですね、eBay から贈り物が来ましたので、皆さんと一緒に開封していきたいと思います。さっきやっと届いたんで、早速開けていきましょう。これはですね、世界門という、オークションを代理してくれるところがあるんです。そこで購入した US バップテントになります。結構重たいです。しかもでかい。さあ、それでは早速開けていきます。さ、まずはシェルターハーフ、一つ目ですね。結構乱雑に入ってます。次はペグです。次にポールが入ってますね。これまた渋い。1,2,3,4,5,6 6本入ってます。で、最後にシェルターハーフがもう1個入っています。この4つが入ってます。まずはちょっと広げてみてみましょうかね。じゃあそれではボタンも見ていきます。お、ここボタンないですね。ここに US って書いてますね。それとここには謎にマジックで5-4761、なんか軍の隊の名前かなんかですかね。
じゃあ連結させて、フルシェルターにしていきます。勝て。結構硬いです。やっぱ偶業になると硬くしないといけないのかなと思いますけど、はい、組み終わりました。結構重いですね、やっぱり。じゃあ一応ポールも組んでいきます。3本で1本になる感じですね。長さは1メーターないんじゃないかなぐらいですね。はい、こっちがペグですね。10本あります。アメリカ産の土もついてます。こっちが今使ってるテントで、ワンティグリスのスーパーシェルターです。やっぱ軽いですね。こっちはやっぱ重いです。4キロぐらいあるじゃないかなって感じです。それでは
シェルターと、ポールと、ペグが入ってました。US バップの開封動画でした。チャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。